はい、速稼塾の久保でございます。24時間育児中でございますね。それでね、今日はですね、小野里さんが昨日、今日と動画を上げてくださったんですよね。ありがとうございます。今日上げてくださったのは、応援してくれる人を応援している人を応援しようみたいなね、また小野里さんだし、冗談みたいな動画ですけども、内容はものすごくね、胸を打つものがありまして、まあ、私も以前から小野里さんがウォートークンに関わってらっしゃってね、結構苦しい中でもすごく動画をたくさん上げてらっしゃるところを見て、非常にね、あ、これだよなと、情報発信者はやばくなったらなんか消えてしまうようなね、そんなね、大多数の人と違ってやばい時ほど放送しているってところをやっぱりね、好きだなと思うんですよ。まあこれは賛否両論あると思いますけどもね、やっぱ紹介した責任だからやれみたいな人もいると思いますけども、今回のウォートークンの話で訴訟をね、小野里さんがしていくんだってことを言ってくださいました。もちろん訴訟費用の前払いっていうのがありますけども、これに対してね、結局なんだ、お金取るんだっていう人はちょっと考えていただきたいのは、弁護士さんがお金をね、要求してるわけなんですよ。で、訴訟ってのはタダでやってくれません。で、それについていろんな段取りをしてくれる小野里さんは無給で働くわけなんですね。でもこれが気に入らない方は、自分で個人で、弁護士さんを雇って、なんですか、相手方をね、探し出して告訴するっていう手もあるんですよ。だからそれはそれでいいと思いますし、小野里さんと一緒にやるでもいいと思いますしね。すべては、一人一人が決めることで、まさにね、小野里さんよくね、今までずっとウォートークンのことやってきて、ウォートークンの関係者の方ともね、対談をしていたんですけども、この訴訟に踏み切るってことを勇気を出してやってくれたなと思います。多分日本でこの小野里さん一人だけだと思うんですよ。で、ここはすごいなと思いますね。ここまで自分一人でやるんじゃなくて、みんなどうだやろうかみたいな旗を上げてくれる人っていうのは、いなかったと思いますし、もしね、そのことに対して異論がある方は自分で旗を上げればいいと思うんですよ。いつまでもね、人がやってることに乗っかったりとか、人のやってることにケチをつけたりとかして、いつも自分が出ていかないっていうことではなくて、自分の人生はね、自分が中央を歩いていけばいい話なんですよ。そう、私はそう思うんですよね。だからいろんな方がいます。いろんな情報があります。いろんな説があります。それを選んだのは誰なんですかってことに尽きるんですよね。で、もちろんね、小野里さんもはじめ、いろんな情報発信者が、なんですかね、自分を有利にするために発信する人もいるんですよ。でもそうではなくて、心を尽くしてくれる人もいると。で、その方のお話を聞こうと思った時、確かに、信じようと思った人っていうのは、心がそう動いたと思うんですよね。それがだから自分の取っている責任なんではないかなと思うんですよ。ただやっぱりね、信頼できる人は本当に見つけにくいです。現実は信じたあなたがいるだけってことなんですよ。世の中にはね、やっぱいろんな考え方がありますから、どれに同調してもどれにね、反対してもそれは自由なんですよね。ただ行動の結果っていうのは結局自分が取るしかないのかなと思っております。最後になりますけども、赤ちゃん泣き始めましたんでね、大和くんちょっと行くから待っててね。小野里さんね、本当今回動画ありがとうございます。そしてですね、花谷龍馬さんの方に、たくさんの応援動画といいますかね、作ってくださった方、本当ありがとうございます。私も花谷龍馬さんも大好きですし、もちろん速稼塾の塾生さんも皆さんね、家族のように大好きです。花谷龍馬さんはどちらかというと、速稼塾に属さないところで速稼塾を見ていただくのがもちろんすごくいいポジションだと思いますんで、これからもね、ご家族感覚、ファミリー感覚で花谷龍馬さんとのお付き合いをしていただければ幸いでございます。それではまた会いましょう。